態三38は、日本の実業家、元政治家、元衆議院議員、千葉県出身、救名明。名前の由来は、出生時の父親の年齢。元 SS 製薬会長、元コスモ信用組合理事長。1945年1月31日、東京都生まれ。1957年、千代田区立番町小学校、卒業。 1960年千代田区立高町中学校、卒業。1963年私立改正高等学校、卒業。1964年4月大学在学中、米国ニューヨークの製薬会社ファイザーインターナショナルと、アラバマ州の銀行シティナショナルバンクオブタスカルーサにて、研修生として、 約半年間勤務。1968年、慶應義塾大学経済学部卒業。同年 SS 制約に入社。1970年取締役に就任。同年、東都信用組合の再建に取りかかる。1973年、東都信用組合理事長に就任。1975年、三沢ホームと神奈川東洋。 住宅工業株式会社を合弁で設立。代表取締役社長に就任。1979年の第35回衆議院議員総選挙に新自由クラブ公認で千葉一区から立候補したが時点で落選。落選したのは SS 製薬の社員の努力が足りなかったからだとして関連会社の部長だった。 運動員を係長に格下げするなど非常な人事を実行した。安道は新自由クラブに見切りをつけて自民党に接近。選挙後入党の約束のもとに自民党県議の吉原哲春らの支援を受けながら1980年の第36回衆議院議員総選挙に無所属新自由クラブ推薦で立候補。系列会社の社員を総動員して手当たり次第に 個別訪問させて、SS 製薬の薬箱やジュース、または、ウィスキーなどを配った。安道派の運動員ですと電話を借り5000円を置いて、帰ったり、トイレを借りては1万円をお礼したりなど派手に、買収工作を行った。その結果、13万余病を集めトップで、初当選した。しかしに和自立の社員運動員を使いすぎたため、訪問先が、他派の幹部宅や、 巡査の家だったことに、船体事務局は気がつかなかった。密告が相次ぎ、安道が入党した途端に大規模な検挙が始まった。運動員は、計103人が逮捕された。吉原は責任を取らされ、自民党県連幹事長を辞任した。安道は1983年の解散まで、議員職を全うした。党内では、高知会に所属した。 衆議院商工委員会委員、衆議院大倉委員会委員、自民党青年局次長、自民党国際局次長、自民党国会対策委員会副委員長、自民党財政部会委員などを歴任。1981年、医療法人千葉病院幹事。1982年、千葉公共学団協会会長、市川公共学団協会会長。 1983年、SS 製薬代表取締役に就任。1983年の第37回衆議院議員総選挙は自民党公認で立候補するが候補者8人中7位で落選した。1987年、株式会社コスモ総合研究所を設立。代表取締役社長就任。同年、コスモバンカーズ投資顧問株式会社を設立。 1989年、SS 製薬代表取締役会長に就任。1995年自らが理事長を務めるコスモ信用組合が、経営破綻、東京都によって業務停止命令が出され、経営責任を取り辞任。破綻の責任を取り、すべての役職を辞任。1996年5月、東京地検特捜部に真相をめぐる。 乱脈有志事件で背任容疑により逮捕され、小菅の東京拘置所に311日間、拘留される。2000年2月20日、東京地方裁判所で実刑4年の判決。2005年6月29日、東京高等裁判所で実刑3年6ヶ月の判決。即日、最高裁判所に上告するも、2009年4月に上告帰却。 懲役3年6ヶ月の実刑が確定。2009年5月、週刊。2011年9月に仮釈放され、2012年8月に刑期が満了する。旧コスモ信用組合の乱無役有事件で、廃任罪に問われた安道ら5人の上告について、最高裁第一章法廷は2009年3月27日までに、いずれも棄却する決定をした。 一審の初公判から12年半を経て、安道を、懲役3年6月の実刑に、元副理事長、佐藤浄二ら他の4被告を、懲役2年10月から1年10月、いずれも執行猶予3年とした二審東京高裁判決が確定する。決定は25日付。2005年の二審東京高裁判決によると、 安道らは共謀して1992年から1993年、グループ企業の不良資産を高値で買い取らせるため、ペーパーカンパニーに契約153億円を不正に融資し、審査に損害を与えた。二、新判決は、整理回収機構が起こした、損害賠償請求訴訟で、安道らが和解したことを考慮。安道に懲役4年を言い渡すなどした一、新判決より、 それぞれ原型した。ABCDEFG、新定政治家に明治て明治昭和341ページ。ABC 高畑道都市、地方の王国史を出版社。1986年6月5日、54ページ、61から64ページ。新定政治家に明治て明治昭和342ページ。上一行著。 刑罰改定審判特権階級の清水の刑府243ページ、ABCDEF 安道被告の実刑確定へ、急コスモ真相乱脈有志。ありがとうございます。